ニュースをお伝えします。6月7日、僕は一人たこ焼きパーティーならぬ一人ウインナー焼きパーティーを開催いたしました。今回使用する食材はたこ焼き粉、卵、水、たこ焼きソース、マヨネーズ、青のり、かつお節、ウインナー。本来なら食材にたこを使用しますが、僕はたこは高いと判断し、代わりにウインナーを使用しました。見事なまでに完璧な仕上がりのたこ焼きでしたが、僕はキャベツが足りないと感じ、改善の余地があると判断いたしました。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。はい、暇つぶしの館です。今回は真面目な回になってます。僕の何気ない一日を動画にしました。これは最近ハマってるミルク餅を作ってます。ツイッターで見かけて、簡単に作れて、めちゃめちゃ美味しいです。デートするお相手なんかいないですけど、そろそろ車を掃除しようと思って、洗車場に来ました。外観も車内も一人身なら問題ないくらいには、綺麗になったと思います。帰りにふとリア充したいと思ってお気に入りの隠れ場に行きました。デートするお相手なんかいないんですけど、おしゃれなお店はリサーチしています。このラーメン自販機はすごく気になります。今回はプレミアムバナナミルクにしました。このお店はマジでおすすめです。前の会社で通勤に使っていた自転車です。
退社してから全く乗ってなかったから、ボロボロになってました。最近電車に乗る機会がかなり増えたんで、駅まで乗るのに、空気を入れに行きました。チェーンが錆びてるんですけど、僕の愛車は健在です。また今度メンテナンスします。朝一冷やしておいたミルク餅、めちゃめちゃ美味しそうじゃないですか。このプルンプルンな感じ、すごく美味しそうです。去年の誕生日、ケーキに使ったココアパウダーをかけて完成です。蜂蜜、黒蜜、きな粉も合いそうです。